皆様こんにちは、リアマレクサンダーでございます。ということで今回も、FIFA 17実況をやっていきましょう。今回はアウェーでスウォンジー戦でございます。前回のね、チャンピオンズリーグじゃなくてヨーロッパリーグ、ヨーロッパカップかな、ヨーロッパリーグだね。ヨーロッパリーグ、3-1 で勝ちました。しかしリーグ戦は、ここを見ても分かるように、負け、引き分けと、ここは確か勝ってんだよね。4試合勝ちがない。しっかり勝っていきましょう。7位ですからね。よし、青と白、 OK で、まあ疲れてるんだけど、すごい疲労がすごいんだけど、まあとりあえずイブラヒモビッチは、置いておきます。前半戦じゃないわ、なんていうの、前半戦で交代する可能性もあるけど、とりあえずは前半戦はだけでも必ず、出したいと思います。得点王とかも あるんで。あ、そうだね、君だね。で、ちょっとこれも変えよう。マルシャルもちょっと変えます。マルシャル変えてメンフィス入れましょう。で、ポグバもちょっと前回のね、あれがひどかったんで、なんだっけ、ヨーロッパリーグであんまり存在感がなかったので、ちょっとここも変えていきます。そして、レーラは出したいけども疲労もすごいんで、そこをキャリックにしようか。でルーニーも変えます。ちょっと疲労がすごいん、あ、でも疲労とかじゃないよね、もうね。ちょっとごめんなさい、またルーニー入れよう。でちょっとキャプテンルーニーにしよう。あールーニーね、 OK。 こんなもんかな、これでいきたいと思います。ちょっとルークショーのところ変えようかな。ルークショーのとこ変えます。ロゴ入れます。 OK、 これでいきます。エレイラを落とす。 OK、 よし、勝ちます。勝ちましょう。いやー、リーグ戦はね、一番勝たなきゃいけない、今のところ一番勝たなきゃいけないとこなんで。あー、足らない、加減が難しい。あー、足らない。うわよし、これいった。あー、当たんないか。 OK、 行きましょう。ちょっとマイクずらします。プレミアリーグの試合が間もなく始まります。実況は私、西岡明。さあ、アウェーでの一戦です。勝ちましょう。よし、勝つよ。はい、よろしくお願いします。普通にね、ヨーロッパリーグ同様に、ヨーロッパリーグではあれだけ得点取れてますから、ヨーロッパリーグと同じ感じで戦えばいいだけです。行きましょう。こちらがスウォンジーシティの先発メンバーです。 OK、 攻撃的な4-5-1を来るね。中盤の守備が熱くなります。まずい、まずいね。マンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。危ない、ナイス、ナイス、危ない。中盤で数的有利が作りやすくなります。うわ、サイドが、おい、ショート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 、ゼロ、出た、おい、出たぞ、ルートリッチ、シュートだ。危ねえ、危ねえ、早いよ、その仕掛けてくるのが。もうちょっとゆっくりスロースタートしようよ。バレンシアが抑える。ああ、走んな、難しいな。相手に渡ります。オッケーオッケーオッケー、ゴー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 、はい、ゴー、イブラヒモビッチ。ああ、違うじゃんねー、コマンド狙ってるところと違うとこ行っちゃうね。スティックはね、狙いたい方向に倒してパス出してるんですけど、そういうことじゃないのかな。たまに出ないんだよね、本当。実況でも何回か、てか結構な頻度で出てますけど。どうしよう、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 どうしよう。 OK、 ここから先の出しどころに苦労している様子です。シュバインシュタイガー、うわー、惜しい、わずかに上、あ、わずかに上か、コーナーじゃないか。いや、惜しかったな、普通にあれだな、あれ打っときゃよかった。なんていうの、コントロールシュート打っときゃよかった、そのまま落ちて。いいよ、読んでるよ。ああ、ダメか。ルートリッチ、よしよし、オッケー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 、素晴らしい。前半でいってほしい。ルイス・アントニオ・バレンシア、
あスペースがない本当に、スペースがない本当に。ルートリッチ。お出てないの？ルフィシグルズソン。危険な位置です。緊張感が増してきます。よっしゃ。ルーズボールになった。さあフォローも来ています。いやーオッケーオッケー、いいよ、ロホいいね、いいよ。ただし相手ボールのスローインです。うわロホいいね、素晴らしい。カットします。あぶね、よし上がれ上がれ上がれ、そうそうそう、オッケー。ジェシー・リンガード前、オッケー、いいよ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 。ボールを回して味方の上がりを待ちます。あー打っときよかった、パス出さいよかった、形はいい。でもオッケーオッケーオッケー、じゃない、ボールを失いました。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、イブラヒモビッチ、どうするこの距離は。あー入れ、うわー先方に運びました。ヘディング、キャリック。あーなんか繋がらないね、なかなか。ルートリッチ、よし、あー通らない通らない、パスが全然。テイラー、デオンブリッジ、オッケー。ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。オッケー、サイドへ展開していきます。オッケー、ボールがよく決めに来た。うわちょっと強いか、強いね今日のシュートね。オッケー、もうちょっと弱くていい。もう前半30分も経つの、早いな本当に、時間の経過が。勝ってる時あんな遅いのにやっぱすごいよね人間ってね、感じ方全然違うもんね、時間は全員同じに動いてるのに。オッケー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 、エリック・バイリー、オッケー、メンフィス・デパイ、オッケー。聞いている男、キャリックです。サイドかな、オッケー。ジェシー・リンガード中かな、オッケー。いい連携です。イブラかな、イブラヒモビッチ、うわボールの動き、もしもし、いいよいいよ、シュートシュート打ったから今、オッケーオッケー。テイラー、まずいまずい、横へ展開。タイラー、出ろ出ろ、出ないんだね。慎重に攻撃を組み立てています。あぶね、よく前に出ました。よし、いけ、はい、すぐ切り替える。キーパーがボールを追い上げています。おいバカバカ、いいところにいました。ナイスインターセプト、ジョレンテです。あぶね、今うまかったね、抜け立ち、抜け抜け立ち抜け立ち抜け立ちってなんだよ。 いません、いや、このレベルの選手ですから、よし真剣に言おう。活躍を期待してちょっとアタッキングできます。あーミスだな、俺のミスなんだよな、今のは狙った方向にちゃんと出た上でミスしてるんで、まあ、僕のせいなんですけど。よいしょ、抜けろ、あー一人かわしとけ、惜しかったね。仕掛ける前にボールを奪われました。ああ、取れない。危ない、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 危ない。危ねえ、ナイス。ナイスです。危ねえ、サイドフリーダメだよ。オッケー。いけ。いけ。オッケー。いけ。いけ。あ、うまい棒、うまい棒、うまい棒。嘘だろ。あーそっち行くね、行くね、分かってるよ、読んでるからね、読んでても取れないっていう。うーん、あーまずい、前開けない、前開けない。オッケーオッケー、ナイスナイス、絶対前開けない、前開けない、前開けない。よしよっしゃ、今のはいい対応、素晴らしい対応。いけいけ、オッケー、取れ取れ取ってくれ。あいやー難しい、いやまずい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 。ジョレンテです。まあ開けない、まあ開けないよ、まあ開けない、まあ開けない、素晴らしい。コース潰したの今、よかったよかった。サイドルーニー、ジェシー・リンガード、じっくりと出しどころを探します。
オッケー。おーい、おーい、いやーリーグ戦の壁が高い。いやこのまま行くよ、まだ体力残ってるからね。イブラヒモビッチも耐えてくるね。行きます。危険な位置です。うわー難しい、パスが通らない。 OKOKOK、 ボールがこぼれました。エリック・バイリー、すごいプレッシャーが強いんだよね。すごいすげえプレッシャーにいくんだよな。いけ、かくさ、いや決めたいな。ジェフェルソン・モンテーロ、テイラー、よし、オッケーオッケーオッケー。エリック・バイリー、あーいいとこいるよね本当に。パスカット、やばい、サイド開けちゃダメ、サイド開けちゃダメ、サイド絶対開けちゃいけない。惜しい、非常に美しいパス回しです。オッケー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 、いけ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 、的には相手ボールです。オッケー、さあどうする。あーもったいねえことしてんじゃないよ、もったいねえ、本当にもったいねえ、ミスの仕方がもったいないよ。もうちょい真剣にいこう、まあ、真剣にやってるんだけど、真剣にやってあれになっちゃってるんだけどさ、難しいんだよすごい判断が。やばい、 OK、 手が長い、どうしよう、カウンターだね、こうなれば。うわ開けてくるね、オッケーオッケーオッケー、はいすぐ行く、すぐ行く、すぐ行く、カウンターカウンター、全員全員全員行く、全員行くよ。サイド中、うわーくそ、いやー対応がすげえな。はいうちも対応するよ。この選手がシュバインシュタイガーです。ルーニー、あー一回サイド、これはどうだ、クロスか、このクロス、あー惜しい、もうクロスとかちょっと攻撃の形を変えていかないとね、これなかなか崩せないもんな。縦、あー縦も通らないもんね、マジですか。マンチェスターユナイテッドの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はアーセナルです。プレミアリーグでまずいですね、これは全く結果は危ない、よくないっす、あやばい、これまずい、ボールを持って中に入る、あーぶっ、あぶねえ、今完全に決まったかと思った、触ってる足、うーわデヘア、いやこれはちょっと頑張んなきゃいけない、デヘアこんなに頑張ってんだから、これは頑張んなきゃいけない。オッケー、いけいけいけた、もったいねえ、さあどうだ、もったいねえ、まずい、まずい、ボールを回してチャンスを伺います。これは来た、うお打ってくるねえ、いやーちょっと厳しいな。チームのキーパーともにここまで無失点です。オッケー、バカ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 、オッケーオッケー、さあ行け、今度こそしっかりカウンター。イブラヒモビッチ、おお打っちゃったよシュート打っちゃったよ、間違えて、何してんだよ、難なくシュートを防ぎました。あー惜しい、これちょっと次プレー途切れたら選手交代しよう。 OKジェシー・リンガード、おいフォローがないね。さあスタジアムのテンションが上がります。そんなとこじゃないよ、これはディフェンスが勝った。オッケーオッケ
うーわ、単純なんだよ攻撃は。いやー、くそープレー途切れねえよ。早く選手交代したいよ。ラッシュフォード入れたいんだ俺は。もし読んでたのに。オッケー。ああ取れない。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り、これを決めればリード。マジか。これは鮮やかな勝ち越しゴール。なんで勝てないんだろう。なんでリーグ戦勝てないんだろう。まだわかんない、まだ終わってないからね。イブラヒモビッチ、ラッシュフォード、マタ、ルーニー、キャリック。 OK、 もう全員上がるしかないね。これももう1点取られても2点取られても負けは負けなんだから、もう全員上がります。 1、4、5、全員上がるよ。おい、全然上がんねえ、全然上がんねえよ。おい、上がってくれよもう。おれ、うわー出ちゃったよ。これはわざと持たせといて、オッケー今。うわー味方同士でぶつかっちゃう。タイラ、さあ味方も連動して動いてくる。中にボールが入る。いいところにクロスが入りましたが、ちょっと読まれていますね。何やってんのマジで。何やってんだよ本当に。またまたコーナーに向かいます。全員上がってくれよ。全然上がんねえ、もうショートだよ。これまでのコーナーキック数を見てみましょう。くそ、ちょこまかちょこまかしよってお前。ベルナンデス、うわムカつくな。いけ、エリック・バイリー。うーわやばいなこいつら、すごいね、強いわスウォンジ。戦い方お前分かってるね。ジェフェルソン・モンテーロ、ラストチャンス、ラストチャンス。これは同点とするチャンスです。しかしながらもう時間がありません。このボールは通るか。ジェシー、うーわーまだあるよ、まだあるよ、真剣にまだあるよ。終わっちゃった、終わっちゃった、また負けか。スコアは1対0のまま。はあ勝てないね、どうして勝てないんだろうか。いやあとちょっと埋まるとこだねこれ。デヘア、デヘアが良かったんだけどね。いやーどうしちゃったもんかなこれ。ちょっとリーグ戦、これリーグやばいな。カップ戦はまあいいにしろさ、ちょっとリーグはまずいねこれ。リーグ戦がまずいねこれ。リーグ戦5戦連続勝ちなし、これは良くないね。ちょっと頑張りましょう、頑張りましょう。毎回言ってんだけどね、これはね。もしかしたら、ちょっと本当にリーグ戦だからって気合が入りすぎてるのかもしれないね。もっともう気楽にも負けてもいいやぐらいの気持ちで戦わなきゃいけないのかもしれないね。ちょっと考えて、あ、こう、次ね。誰が得点を？ハリー・ケインか。ダビド・アラバもなんか得点王になってんな。いや、ここからちょっとあと、この、これから2試合、代表戦に、入りますけれどもね。まあ、まずはしっかり代表戦戦って、予選ですからね、これね。戦って、また、マンチェスター・ユナイテッド戻ってきて、アーセナルですよね、次ね。はい。ここしっかり勝って、ポンポンポンと行きたいと思います。まあ無理だろうけどね。まあ、無理とか言ったら、もう、ダメ、ね、もう、まあ、そもそもダメ、ダメですから、しっかりのね、勝っていきましょう。ということで、次回はポルトガルです。ロナウドいますからね。ぜひね、皆様、代表戦もご覧ください。ということで皆様、今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の ID 概要欄に書いてあります。ぜひ Twitter で検索してフォローしてみてください。ということで次回の FIFA17 実況でお会いいたしましょう。さよなら。